こんにちは、ひまひまです。今回はですね、ナイトルーティーンということで、明日はめっちゃ早起きなんですけど、土曜日の夜の彼氏なし女子高校生1年生のすごい仕方を今日はおしゃれに Vlog 撮っていきます。ではレッツゴー。今日買ったお水着ちゃいまーす。暑いよし、鼻かゆ。さすがにズボンも着替えます。シュー、はい、さっきジャンプしてないの。もういっか。と思ってちょっと勉強しようかな。よし、すっきり。皆さん、今日はなんと愛犬ピノちゃんのお誕生日会をしたいと思います。ピノちゃんはこんな可愛いおめかしをしてます。じゃん、ピノちゃん。かわいい。いやー、かわいい。あーちゃん、ピノちゃん、お誕生日おめでとうございます。かわいい。おめでとう、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。というわけで、アロマちゃん、ピノちゃんのケーキをお皿によそいます。あの待望の眼差し。おさり、おさり、おさり、おさり。お座り、おさり。待てよ、まだよ。ピチャ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 、おめでとう、ピチャ。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。ダメ、アロちゃん。わー、ピーナちゃん。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。よしよし、どう、おいしいケーキ。いや、まあさぞかしおいしいでしょうね。これは嬉しいです、私も。あ、はい、じゃあ、あのさ、おしゃれ Vlog なんで。はい、じゃあゆっくり食べてますね。あとはプレゼントです。はい、今日はあなたたちにお誕生日プレゼントがあります。じゃあ行くよ、ピーちゃん。ピーちゃんおいで。何かなー。せーの、じゃん。せーの、じゃん。ひまひまちゃん、もうごめんなさい、これは本当に奮発しました。自分で言うのもあれなんですけど、あ、いや、おしゃべるんだ。ジュラピケの犬用パジャマ2つ。おいで、みな、着せてみましょう。来ました、じゃじゃん。かわいい、あらちゃん。
これ知り合いの方からいただいた美味しい干し芋。はい、ではお風呂に入ってきます。今の時刻が10時半。明日はなんとランウェイなので今日はパックをします。明日5時起きで大阪に朝から行って、でその日の10時に帰ってくるっていう、すごいなんか意味がわかんないスケジュールになってます。明日はね、意味はわかるね。冷たい、冷たいよ、寒いよ。半袖なのが良くないのか。目疲れたな。携帯見すぎた。携帯見ると目疲れる。後付け。アイプチ。寝るときはね。最近始めたまつげ美容液。明日の服を選びます。ズボンでしょ。明日の洋服完了。マイボトルに入れるのがめんどくさすぎて今日使ったペットボトルに入れた。さすがに今日中に飲み切るよ。現在の時刻が12時半じゃない12時ということで、明日はもう朝の5時起きなので今日はもう寝たいと思います。はい、というわけで今回はひまひまのナイト Vlog でした。おしゃれ版こんな感じで終わりたいと思います。まあ、今日は比較的時間がめちゃくちゃある方でもあったし、しかもそのテスト期間でもないっていうので勉強はあんまりしなかったんですけど、この後は韓国ドラマを見て寝たいと思います。休日した土曜日でした。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。最近肌の調子がいい感じ。グッド。